このミニ巾着かわいいでしょ。ここの表紙に載ってるのと同じ形なんです。ね、一緒でしょ。この作り方と似た作り方でこちら作りましたが、こちらのミニ巾着袋は裏地付きなんです。裏地付けちゃいました。本のは町あり裏地なし、今回は町なし裏地ありです。こんにちは、うさんこです。お元気ですか。今日はサクッとできちゃうミニミニ巾着作ります。ちっちゃくって可愛いけど、まあ飴一粒二粒入るかなってぐらい。同じ作り方で大きさ変えるとこんなにね雰囲気違うんです。作り方は一緒なのでサイズのアレンジいろいろしてみてくださいね。比べてみるとここね 2.5 センチ違います。紐通し口の幅も変えてもいます。ちょっとね変化つけるだけでだいぶ変わります。こちらのね小さい方はタブレットが2つぐらいね入ってちょうどいい感じです。このままねプレゼントするのにもいいですよね。今回紐にはワックスコード使います。太さのね違うワックスコード何種類か持っていてね割と愛用しています。今回は焦げ茶 1.8 ミリのサイズの細めです。持っていると便利ですよ。材料はこちら。今回はこちらのタイプちょっとだけ大きくして作ります。表布、裏布、紐通し部分、紐になります。今回ね、こうやって折って表布にするので柄に向きがないものをおすすめしますよ。サイズは13センチ×9センチ、13センチ×9センチです。裏布も同様です。13センチ×9センチ、13センチ×9センチです。今回紐通し口部分裏布と同様にしたけど別の布でも大丈夫です。サイズは4センチ×8センチ、4センチ×8センチです。で残るは紐になります。今回は細め、だいたい25センチ1本あたり必要ですね。こう開いた時に私短めのが好きなのでこの1本あたりが25センチになります。2本用意してくださいね。今回紐通し口この部分はこちらの細い 1.8 ミリのサイズに合わせて作っています。もう少しね太いものだとここの長さ調整してくださいね。まずは紐通し部分から作ります。短い4センチの辺を1センチ折って縫い留めてください。まあ縫い留まってればねどこでもいいですよ。続けざまにズズッと縫っちゃいます。引いた縫えたら外表に合わせてこうひらひらしてる方の中心ちょっとね爪で厚つけておきます。表布の中心に小さく切り込み印入れてくださいね。ただね先ほどの紐通し口の中心と表布の中心を合わせます。今回はさらに裏布も中表に重ねてもうサンドイッチにしてクリップでねちょっと留めて、待ち針でもいいんですけど小さい作業クリップが楽なんですよ。端を縫い代1センチで縫っちゃいます。5ミリで仮縫いしてからでもいいんですけど今回一気にいっちゃいました。小さいもの作るとねゴロゴロが気になるので手間をかけるのであればこのね紐通し口の角とか縫い代1センチで縫ってるので紐通し口部分ね縫い代を5ミリカットしたりとかですねこの裏布と表布の縫い代の角とかカットすると仕上がりがすっきりします。ここはね布がずれてました。細かいとこねカットしたりしなくても巾着袋はできちゃいますからね。すっきり仕上がるというだけです。布の向きを変えます。この際紐通し口は裏布側に出るようにそうするとね自然と表布側に縫い代が倒れるはずです。サイドを縫い代1センチで縫いますが裏布側に返し口作ります。
縫い目から1センチぐらいのところかな、すごい小さい返し口なんですけど、裏布側に返し口作ってくださいね。またね、角ね、切り落とします。まあ切り落とさなくてもいいですよ。で、縫い代を開いて、こんなね、コロコロオープナーを使ってもいいですけど、爪でも大丈夫です。返し口から表に返して、返しにくいことはないと思います。返し口を縫い閉じます。ミシンでビビッといっちゃいます。したらね、形整えてくださいね。角は滑らか目打ち、先の丸い滑らか目打ちでキュッと出します。滑らか目打ちね、一回使うと手放せません。ここが最難関なんですが、ぐるっと縫います。ちょっとね、難しいですね。私はよくね、ここの隙間からね、縫い始めます。袋の周囲を縫い押さえて、まあちょっとね、曲がっててもギュッとなっちゃうので目立たないので大丈夫です。紐を通すんですが、こんな小さいのね、結構通すの大変なんですよね。こちらのグニグニ曲がりやすいスピード紐通しがあると作業しやすいかと思います。紐交差するように通してくださいね。端っこほつれてくるのが気になる場合は、紐の端っこにボンドでほつれ止めしてください。反対側も交差するように紐を通しますよ。できました。完成です。わー、かわいいに決まってます。ちょっとね、おめでたい感じの紅白風ですよね。飴とカリカリ梅干し入ってます。ちょっとね、持ち歩くのにいいですよね。こちらとね、5ミリだけ、本体部分5ミリだけ大きくしたんです。白い方は表布と裏布12センチ×9センチで作りました。赤い方は13センチ×9センチです。1センチ違うとね、ちょっと違うんです。違いを見てもらいたくってサイズ変えて作りましたよ。まあさほどは変わらないかな。ここまで来るとまあ変わりますけどね。紐通し口の幅を太くすると、これまたね、印象は変わるのですね。出来上がりで5ミリね、ちょっと太いとね、また見え方変わります。このちっちゃい2つはそんなに変わらないかな。ここまで来ると違いますね。簡単で可愛いです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。本が出ました。手に取ってみてもらえると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。ふさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。